はい。はい。ということでね<ー>、えー。もう12月に入っておりますけれど。なんかすごく寒くないですか今年はなんか寒いのが早いね。私、暖冬って聞いてたんですけどっていう感じの。あの、なんだっけエルニーニョ <laughs> あー、あの、あれね。うん、あれで俺も暖冬だっていう風に聞いてたんだけどね。うん。嘘じゃん。あははははは。 インフルエンザもいつもより早く流行ったっていうふうにニュースやってたしねやってましたねっていうか、うん、あの聞いてないよっていう寒さですよねちょっともうだって都内でも雪降っただろ銀座で降りましたねすげえないや嘘でしょうって思いますけどねちょっとまあ大体いつもほらクリスマスぐらいじゃん雪降るの降りますホワイトクリスマスってほらたまーになるじゃん東京で東京で嘘 そう考えてみてもやっぱ今年のその雪が降る速さは異常だよ異常ですね12月のこんなまだなもう中旬だけど上旬に降ってたからねあのいつも雪が降るのって、うん、なんか1月後半とかイメージとしてはやっぱもう年越してからだよなそっちですよね,ねで2月になんか結構降って でなんか知らないけど3月もいきなりたまにあるよねどか雪が降るみたいな<ー>そんなイメージですね下手するとだってバレンタインあたりまでまだ寒いもんねいやー結構寒いですよ 2>,、ね、2月は 2> なんかイメージとしてはカレンダー的には春っぽい感じを出してるけどさうん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 そういうことあで何あ、えー、となんかパクチー あ、北海道じゃなくて雪からのパクチーで。北海道でもパクチー食べてきたのいや、そんなわけないですよ。<laughs> 鼻で笑われて。<laughs> で、なんか最近お前がハマってるっていうのがそのパクチー専門店なんだろパクチーにハマっていて、うん。なんか専門店行きたいなっていう。あまだ行ってないんだ。<laughs> なんか、 続々となんかネットで賑わい始めてて。ちょこちょこニュースで見かけるようになったよね。そうなんですよ。うん。そのたんびに私は Facebook に。うん、いいねをしてんだ。行きたいっていう感じでシェアをしてるんですけど。<laughs> まあ大した人数乗ってこないですよね、パクチーは。やっぱり。ああ正直な、困るよな。いやだから、その、<laughs> うん、私の周りも、うん。 やっぱりパクチー好きっていうのが、最近になって増えてきましたけど、元々あや子は好きなんですよ。えー、だそこでフィーリングが合ってたんですけどね。そこも含めて。そこも含めて。へえ やっぱ食の好みが合うのって大事じゃないですか友達ではそんなには感じねえけどなああ私の場合そのいやそれよりあれじゃねえのほら結婚すんだから旦那さんが合うかどうかっていう方が全然ダメですねじゃあどうすんのそういう時って私は私で好きなものを食べます でもほら飯とか食い入った時さ食べに行った時頼んだ料理にパクチーが入ってたら旦那さんが箸でよけたりああそういうかレベルの <laughs> いや私はそんなのバンバン剤ですよパクチー欲しいからあ別に関係ねえんだそこはそこは関係ないです「くれ」と「くれ」むしろ「くれ」っていう感じにあじゃあいいじゃんその嫌いだけどこっちは好きだから余計に食べられるっていう そうですねそれで言ったらいいかもしれないですけどああああきっとそういうメニューを選ばないんですよねいやいや普通はそうだよ。なんてこっただって俺だってさまあそのトマトが好きな友達がいてもだからってトマトが入ってる料理頼まないからねうん,うん、うん、そんな当て込んであれトマトソース的なのはだトマトソースは食えるんだよあそうですよね <laughs> ピザとかケチャップとか好きなんだよ <laughs> ちょっとトマトに感謝してほしいんですけど、<laughs> ちょっと本当にあんな美味しいもの。あれほど加工して美味しくなる野菜ほぼないですよ。いやだから加工すりゃ美味しいよ。だからめちゃめちゃ感謝してくださいね、トマトに。いや、加工業者には感謝するけど、<laughs> 神が作るしトマトみたいなのは、<laughs> なんかすげえ疑問符。<laughs> なんで加いや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 そこはトマトとして存在するんじゃなくてトマトケチャップとして川に流れてるとかさいや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 マジトマトに失礼ですからそれほんとに俺から言わせるやなトマト食いてえやつはトマトケチャップを固めて食えばいいんだよ <laughs> 逆だよ逆おいトマトに謝れよ <laughs> トマトに謝れ、トマト。倍返しで <laughs> トマトなんか。ああ、そういや流行語大賞とか出てましたね。倍返しで思いも出しましたけど。今年って何だったの？あ、あれか。エレキテル連合か。ダメようですだけ。流行ったよね。なんか後半来ましたね、急に。あ、そうだじゃあそうだ。今年の流行語の話ちょっとするか。あ、いいですよいいですよ。あれと何が競ってたんだろう。 あのー、あーあーあああって納得できる流行語だったような記憶なんですけど野村議員だっけ <laughs> あーあああいうあとあれか「スタップ細胞はあります」ってやつかあの時の人たちうーん今年はすごかったね今年はもうラゴーチから始まりましたからねね<え>忘れ去られてるけどいやー一人一人のキャラクターは強烈だったよね,立ってましたねキャラあー 今年はすごかったなー、うん、あのでも佐村ウ一さんの,あの相方の人をちょこちょこ出るようになったねテレビに <laughs> よかったねその音楽で食べていけるんだろうからさうん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 まあそうですねあ,<ー>あの人は実力があったってことですからねっていうことだよねってことですよねああそうだな、まあ、ちょっとまだね振り返るのは早いけれど今年はほんとすごかったねうんあのケンさんとリンタさんが ほぼ同じ頃に亡くなるっていうね。亡くなってしまいましたしね。ちょっと、衝撃的でしたけどね。まあ、昭和の大スターですからね。はい。一番びっくりしたことがあって。ほう。クレヨンしんちゃんに出てくる。うんうんうん。組長先生という、園長先生の声優さんも亡くなっちゃったんですよ。ああ、なんかそれ、ちょっと見たな、なんかで。ナヤロクロウさん。あの、ゼニガタ警部の声やってた人。 の。ほうほうほう弟さんです。弟。確か弟だったか。ー納屋五郎さんですよね。銭形警部の。はい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 。納屋六郎さんなんで、多分弟です。五郎と六郎なんだ。確か。それはやっぱり六人兄弟みたいな。感じだったのかね,ね。もっといたんですかね、それとも。まあ、昔の人は七人、八人とか普通だったからね。ねそう<ー>で。 その、アニメ中で、まあ組長先生ってしんちゃんが呼んでたんですよ。だから本名知らなかったんですよ、私。その、<ー>園長先生の。はいはいはい。そしたら、その園長先生の本名が、高倉文太さんでした。ああ、そうだ、それでだ、それで知ってたんだ、俺も。 あれは私奇跡としかか思えなかったですねだいぶ昔だけど、はい、菅原文太さんと高倉健さんはもうその頃の大スターだからその名前を両方から取ってだ健太っているでしょ、はい、健太はそれだよね高倉健、菅原文太確かにね俺の年代って健太ってすげえ多かったのよね名前で。 文字もそうだから剣の健康の剣と他は太いの他だからねうん,うんらしいですよまあなんていうか本当時代が変わる節目みたいなのは感じちゃうよねそうですね昭和が終わったみたいなこと皆さんおっしゃってましたもんねまあチビリアンは最後の方だけど昭和生まれだもんなそうですよ私は弟が平成だろそうですよあんなの <laughs> あんなの。<laughs> あんなの。平成生まれでやんすよ。<laughs> 私は昭和の人間とし昭和で良かったと思ってますよ。同じだから昭和を生きたっていうことになるからな。それもそうだし、うん。やっぱり、なんか、長いじゃないですか、昭和。 昭和は長かったよ、ね、そうそう最近の中でもあそまあそれだしほらいわゆる高度成長期っていう、うん、まあ日本が一番まあ輝いてた時代だからねそうなんですよ平成になるとほらもう氷河期入っちゃうからねそうなんですよ<ー>なので昭和でよかったかなとまあでもなチビリアももうちょいもうちょいっていうかまああと2十十0年20年早く生まれれば ハハハ満喫できたかもしれないけど <laughs> 俺もなあと5年なんだよな <laughs> あと5年早く生まれてれば <laughs> バブラーですね誰でも有名企業に入れたからねティ,ティン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 ですよねフーだろそうフーです <laughs> <laughs> ジュリアナな なんだジュリアンって。あ,<ー>あの羽いくらしたんだとか、そうなんかそういうとこ気になりますね。ボディコンと羽のあのセンスをな。そう、羽センスっていくらぐらいしたんですかね。いや、でもバブルだったから高くてもボンボン売れたんだよ。はぁー。あーなんかバブルの時の映像って、絶対にそのボディコンで歌、踊ってるシーンは出てくるね。 しかなんかね、それが衝撃的すぎて、そこしかあまり頭に残ってないんですよね。あ他あ、ほかに何か。そうななんか、だから、そのバブルの時代の。<ー>と、今の時代で、どれほどの価格の差があるのかとか。ああ、なるほどね。そう、いまいち、分かってないですね。ああ、それで言うとね、俺は車とかはよく覚えてるわ。あ,<ー>あの、シーマとか。 うん、っ,て言っても分かんねえか,分か,分かります聞いたことありますあるなんかそういうでかい車が流行ったのよねふんあのレクサスもあれレクサスって昔レクサスって言ってたっけかななんか違うあれだったような忘れちゃったけどまあ各社すげえ高級車を出したのがバブルの頃なんだよねへえ<ー>でそれがそんななんていうか金持ちの年寄りが買うんじゃなくて若いやつらが買ってたのよううううんうんうん、うん そそれこそ社会人になりたてでレクサス買ったりシーマ買ったりっていうのがこの間まで高校生だった先輩とかが「そんな車乗ってんだ」っていうやっぱあの社会人になるとすげえお金儲かるんだなっていう漠然としたたイメージがあったねその話だけ聞くと、うん、その方々と友達になれる自信はないですね。いいやいや当時はでもそれが普通だだったんだよ ああだからやっぱ感覚の違いというか<ー>私はあ就職してもこんなにお金って稼げないんだって思うタイプでしたね、うん、基本給はねそんなに変わんないと思うけどボーナスが違ったのよ昔はまあボーナスは半年分ぐらいなの当たり前だったからねうん 今そのバブルの時に就職した人って大体何歳ぐらいですか50ぴったしぐらいの人じゃねえかなああやっぱそうなんだでバブルが終了したんが45ぐらいじゃねえかなで45から50ぐらいの間の人は多分すげえ就職は良かったはずだよじゃあ使えない人も多いってことですね 使えないっていうかまあ実力以上のポジションについてるっていうことはあり得るわな腹立た,たしい <laughs> 多分まあそれはしょうがねえけどなもうなんか<笑><笑> <laughs> それだってさそれだってさ <laughs> 生まれる場所を選べないのと同じだからさあまあそうですね<ー>生まれる時代を選べない,い,やいやそう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  だってそ,うそれを言ったら日本に生まれただけでラッキーって話になるじゃんまあそれはそうなんですけどねでバブルの人たちはさらにその中でも戦争も経験しねえし氷河期も経験しねえし <laughs> っていうすげえ、まあ、タイミングとしてはまあ最高だよねだから使えない人が多いんですね使えない人いや <laughs> 基本的にあれなんだよその世代間によってそのできる人できない人の比率は変わんないんだよ あそういうもんですか。私が今、すごい腹の立ってる人とか、そういうことですね。<laughs> そ,それはお前、個人をもう考えながら言ってるだろう。<laughs> 俺は全体的な話をしてんだよ。お前の個人の話じゃなくて。まあまあ、いる、いるわけですよ。いるわけですから。<laughs> まあ<な>正社員で一日しか、月に一日しか出社してこなかった人とかいるわけですから。まあ、その人が、 若かった頃どういう感じだったか話聞いてみてよな聞くだけで腹が立ちそうです <laughs> <laughs> それはでもな腹立つけれどそういうのを考えてやっぱりがないってことだよキないですねまだマシだと思うしかねえよいや話は聞きたいんですよいや面白いと思うよ多分うんすっごい面白いと思うし、うん、話はとてもなんかしかもそのバブルを経験した人 そのいい時期を経験した人とバブル崩壊した後すぐのを経験した人のそっちもいるからねそう話を是非とも同じタイミングで同じ場所で聞きたいですね、うん、バブル崩壊で全てを失った人もいるだろうからだいぶ勝ち負けってのはあったんだろうなもうなんかそこをその討論を見ていたいです いや結局だからさ一番良かった人たちってのはやっぱそうバブルに乗らずに淡々とだからやってた人たちなんだよな、ね、きっとうんうんうん、うん、まあそれで言うとやっぱ公務員とかいっちゃんの勝ち組になるわなまあそういうことになりますか昔は公務員になるの簡単だったんだようーんうん俺らの頃ってこいつ失礼だけど頭の悪いやつがなるのが公務員だったのよふん だって民間の方が給料いいんだからまあそういうことかそうかいやそれはさ国家公務員とかは別だようんその普通の地方公務員とか今は無理だからねその競争が激しいから学校の先生とか<う>今なる人って偉いなって思うんですけどてか今学校の先生になりたいって思って勉強してる人ってすごい私 尊敬すするんですよ公務員の中じゃ、ま、きつい仕事の方だろうねそうなぜって、うん、変な親が増えてるからまあそれでストレスで辞めちゃう人もいるからなそうなんか私だったら絶対に選ばないんですよねいやでもやっぱそこはもう生殖だからなまあそういうことですかねまあ世の中にはいろんな事件を起こす先生がいるけれど、はい、<laughs> 基本的にはみんな真面目なはずだよ 盗撮とか <laughs> だからそういうイレギュラーな人たちが1%でもいるとそっちが目立っちゃうわけだなそういうことですよねだモンスターペアレントも多分そういうことですよねいやーそりゃそうですよだって普通の親とか普通の先生にはスポット当たんないんだもん <laughs> ねそんなのニュースにしないんだからさまあしても面白くないですから面白くねえよ <laughs> いやそんな普通にいい先生とか普通のモンスターじゃない親とかさニュースになんねえじゃん <laughs> それがほぼですからねうんいやそれがほとんどで9割9割以上は大体それですからまあそうですよねあ<ー>たまにこうひどいモンスターペアレント的な人がいたよっていう記事とか見るじゃないですかまあねそういうのはね目を引くからね そうやっぱ読んじゃいますよね。あの電車のね、<laughs> 釣り広告とかね。あ,あ、そう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 。<laughs> 買ってまでは読まねえけれど、うん、<laughs> そこになんかこんなモンスターペアレンとかみたいなのが書いてあったりすると、<laughs> ああそうなんだって思っちゃうね。<laughs> ちょっとへ <laughs> ーと。うん<あ>。<laughs> よく考えたらしょうもないよねしょうもないですねっていうのはそんなのを読んでる自分がしょうもないんだよねそうほんとそう思うんですよなんか記事とか <laughs> な見なきゃいいんだよ本当はいや見なきゃいいのにねえ見ちゃうんですよ見ちゃうんだよな